大きな声で喋る女ら2名。夜中の1時。明らかに喧嘩売りに来てる。さっきものすごく大きな声で喋ってる。合わせるだな、あんたの言ってて、ハレム整骨院絡みの連中やろ、どうせ。今1時。8427。神戸ナンバーかどうかまでは分からない。その後、もう一台。看板が邪魔やね、春山整骨院の。一時停止、2台とも。すぐ近くに潜みに来よう。で、次の車。これが夜中の1時。他の地域でこんな地域あるかって言ったらない。あの向こうから歩いてきて、踏切渡って大声で、でもう一度向こうに戻っていく。向こうの方に歩道橋がある。あれがあいつらの行き方。で、二台車が走っていたけども、淡井圭介がもし怒っていたら、そいつらも証言者になって警察官呼ぼうと思っていた。で、警察官の方でも、夜勤の人間、今淡井圭介側の人たちばっかりになってるとは思いますけども、もともとこれが実態。通報の仕方と、それタイミングとか全部、合いすぎてる。で、一応、先ほど撮影するときに、夜の1時に、春山整骨院の方から、扉を、車のドアを閉める電波の方の音の攻撃、それまだ集音できてないんですよね、もう何年も前から。だから、その辺のところがね、車はなくても、まあ、もともと車がね、そこに乗り付けていたりだとか、もともとは10年以上前とか、もうしょっちゅう、夜の12時回っても、まあ0時00回っても。で、あと向こうの方に、新しく春山整骨院の裏にできた、まあ数年前からありますけども、そこのアパートのところの横に車を誰かが乗りつけて、後ろのハッチバックを思いっきりバーンって閉める。もう夜中にあれやられたら、もうめちゃめちゃ音うるさいですから。まあ、そこのアパートは芸能人がだいぶ出入りしてたみたいですね。で、ただし別の人間とかもいる。カールガール。だからもう芸能界とかももう、どこの事務所もテレビ局も借りんかったよ、この辺のアパート。一切合切。